ん、びっくりした。え、布団かけないの？そのまま寝るの？上に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、春の月23日。お、ドラえもん。やあ、おはよう、のび太くん。おはよう。ドラえもん、おはよう。5日後、春の作物コンテストがあるから出てみたらどうかなって誘いに来たんだ。何？そうなの？今回は5日前から言いに来るんやね。早くない？あ、5日あったら株ができるけんとかそういうこと。春に育つ作物があれば誰でも参加できるよ。春の28日の10時から18時までの間に広場にいるヤーメイさんに作物を渡せば参加できるんだ。参加してみようかな。のび太くんが育てた作物がコンテストに出るのを楽しみにしてる ね。それじゃあね、バイバイ。とりあえず、今ここにできてる株を持っていきます。5日か、大丈夫かな。大丈夫かな。ちゃんと新鮮なまんまはちょっと無理か。ちゃんとあるかな。腐ったりする？とりあえずこれで株の種を買いに行こう。あ、そうよ、その前に。あ、水やりがしたいって思ったけど、私ちょっと、今回ね、ジョウロをパワーアップさせようかなと思って。あ、でも、ジョウロをパワーアップさせたいけど、時間がまだ。時間がまだだいぶ早い。え、てか、作物コンテストでさ、出るとこ、私とランチしかおらんくね？他います？怖いよね。ちょっと待って、とりあえず10時まで飛ぼうか。お昼寝、10時まで寝ます。うちのど真ん中で超邪魔。めちゃくちゃ邪魔。はい、え、開いてない、開いてないの？もしかして、もしかしてあれですか？なんかめっちゃ服脱ぎ散らかしてるし。あれ10時からやったよね。2人とももらんねえけど、月曜日定休日とかそういうこと？まさかの。ああ、月曜日が定休日だわ。どういうことやねん。つらい。何やってんの？いや、のび太くん、いい天気だね。イベントやないんかい。わしは今腹が減っているのだ。食べに行けばいいんじゃないかな。何時から開店やった？12時から。12時からか、まだやね。あ、待って、あれやん。月曜日定休日んとこ多すぎじゃない？ちょっと。なんてこったい。なんてこったい、全然やないか。つらーい、せっかく強化しようと思ったのに。せっかく強化しようと思ったのに。のび太が早起きなんて珍しいね。そんなことないよ。あ、なるほど、スネ夫とか、なんかみんながさ、その辺におるときってもしかして定休日ってこと？あれは？静香ちゃんか。病院っていつから開いとんやろ。こっちじゃない。わからん。そこまで細かく出てなかったわ。静香ちゃんが今どこにいるのか。あ、やめさんおらんくなっとる。とりあえず病院へ行きたい。はい、到着。病院は空いてる？あ、すごい、受付しようや。あら、のび太さん、晴れていて気持ちいいわね。今日はどうしたんだい？何かドリンクを買っていくかい？ドリンク何本ぐらい？高くね？あ、動物のやつとかもあるんや。いい天気ですね。どうもどうも、患者さんとかはいないの？じゃあちょっととりあえず、あれかな。どうしよう。どうしよう。原っぱ広場方面。もう私今日はさ、何やってんの？みんなはどうなんだ？そろそろ仕事の手伝いには慣れたのか？しずかちゃんさっき受付におったのに早。なんとかね。でもお皿洗いばっかりで、僕ちゃんの綺麗な手が荒れちゃいそう。私はちょっと楽しいかも。人を助けるお仕事って素敵じゃない？たけしさんはどう？どうした？厳しい？親方。みんな、何の話をしてるの？
のび太。みんなのお手伝いの話をしていたんだ。それで？のび太はどうなんだ？屋上の仕事にはもう慣れたか？だんだん慣れてきてるよ。ちょっぴり大変だけどね。やれやれ。となると、ほとんど何もできていないのは俺だけか。ジャイアンは何しよう一体？なんで？どういうこと？なんか働きのとこ見たことない気がするんやけど。俺が手伝っている大工屋のペンターさんはすげえ職人なんだ。どんなものでもあっという間に作り上げちまうんだけどよ。でも、俺には何も話してくれないんだ。話すって何よ。ほら、大工仕事のコツとかさ。あら、じゃあたけしさん今は何してるの？それが大工道具の掃除とか。それじゃあジャイアン大工さんじゃなくてお掃除屋さんじゃない？なんだと？スネ夫、もう一遍言ってみろ。冗談だよ。ジャイアン、ダイアン。やれやれ。だいたいペンターさん、あんなにすごい大工さんなのに弟子が一人もいないんだぜ。そうだ、みんな一人前になって出て行っちゃったとか。俺もそう思ったんだ。実は大工屋には一つだけ使ってない部屋があるんだけどさ。それって空き部屋ってこと？いや、それがどうも違うみたいなんだ。荷物が積み上がってて入れないようになってて、怪しいからこの間覗いてみたんだ。あ、やっぱり入れんようになったんや。そうね、なんか見えるのにいけんなってめっちゃ思いよったよね。え？上がって右側の部屋覗いてみたら、ペンターさんに見つかって怒られしまったんだ。ペンターさん怒るんや。いつもは何も言ってこないのに、あの時はすげえ怒られたんだ。あれは絶対何か隠してるぜ。わざわざ隠し事をする人には見えないけど、出て行った奥さんとかじゃない？違う。それでどうだ、のび太。え？どうだって何か？ほら、ドラえもんの秘密道具を隠してるとかさ。それだけじゃわからないよ。だったら何かわかるように調査しろよな。そんなめちゃくちゃな、なんでこっちに来る。ペンターさんと仲良くなれるかもしれないし、ドラえもんの秘密道具も見つかるかもしれない。一石二鳥だろ。やれやれ。僕がペンターさんと仲良くなってもしょうがないんだけどな。まあね、ジャイアンがならんね。なんだと？口答えするってのか。そうだぞ、のび太のくせに生意気だ。一石二鳥に聞く。わかったよ、ペンターさんを調べればいいんだろ。俺は大工屋に戻るから、うまくやるんだぞ、のび太。僕も料理屋に戻らなきゃ。定休日でしょ。のび太さん頑張ってね。ありがとう、しずかちゃん。あののび太の顔結構好きなんやけど。さあ何？これで私はペンターさんのところに行かなきゃいけないわけ？とりあえず行きますか。とりあえず行って話を聞きますか。特にすることもないので。ペンターさん、こっちやったよね、木こりの森。もうやってる？あ、スネ夫全然料理屋おらんやん。ここにおるやん。お前すげえな。虫取りといえば俺といえば虫取りだ。え、虫取り？大工仕事じゃないんかい。虫取りしてるのね。のび太じゃない。もう一勝負するか。やろうぜ。なになに、何するの？虫取り勝負だよ。剣がすっごくうまいんだ。虫取り、僕もやるやる。おいおい、お前虫なんて捕まえられるのか。のび太に捕まえられる虫なんてカタツムリくらいじゃないの。カタツムリって虫でしょ。言えてるな。それならまた俺に勝ちだな。そんなことないよ、僕だって虫の一匹や二匹。行くぞ。じゃあ、用意スタート。ちょっと、待ってよ。まず虫網がないです。何やってんの？なえ、その虫網は一体どこから？それをそのままずっと持っとけよ。めっちゃ笑われおりやん。てか虫いなくね。おいおい、お前本当に捕まえるの苦手なんだな。剣はどれくらい捕まえたの？これは10匹くらいかな。さっきのちょっとの時間で10匹も？虫取りといえば俺だからな。おーい、剣、のび太。お、二人は？ねえねえ、何匹捕まえた？俺は10匹くらいだ。のび太はゼロらしいぜ。のび太はゼロか。のび太らしいな。どうだ？お前たちは何匹くらいだ？俺は7匹だったね。僕は5匹。やっぱり俺の勝ちだな。本当に虫取りがうまいんだね。まだ。もう一回やろうぜ。おいおい、もう店に戻らないとダメじゃないのか。本当だ、僕帰るよ。本当よ、さっき帰るって言ったのに寄り道なんかしよるけん。なんだよ、俺戻るよ。またな。
嫌やろ。いや、いいよ。じゃね。またな。そうじゃなくってさ、あのペンターさんはどうなったんですかね。てかどこ行ったジャイアン。こっちよ。あれ？待って、ペンターさんの家はどこへ？あれ？ど、あ、こっちか。なんでジャイアンパシャン川方面に行ったん？こっちよ、ペンターさん。あ、もしかして今休憩中とかそういうこと？あ、ご飯中か。おー、伸びた、来たのか。うん。どうも。これやろ？イケン部屋。あそこのベッドが置いてあるとこ。く、何もできねえ。これはあれか。またなんか、有効度が上がらないと、このイベントは進まない感じの。これ、時間経過とかそういうのが、必要なイベントということやね。くっそー。てか、スネオは今日定休日なのに一体何をするつもりなの？何をするつもりなの？てか、結局さ、私あの、大樹の根っこへの道がよくわからんねんけど。どうやって行けばいいんだ。なかなか。あ、ランチ。いや、のび太、休んでいるの？ランチ家に戻っとったんや。あ、びっくりした。え、布団かけないの？そのまま寝るの？上に。寝てるみたいだからそっとしておこう。昼寝中かな。布団の中入らんのや。実は今ちょっと忙しいんだよ。なんで？どうして？いや。あ、のび太。どうも。いつまでおどおどしてるんですかね。もうそろそろおどおどじゃなくなってもいいんじゃないですかね。ここ何屋さんやったっけ？あ、家か。チックさんって誰やった？あ、あのなんか、ジャイアンみたいな女の人やっけ？ジャイアンみたいな女の人？ジャイコみたいって言えばいいんかな。ちょ、私、鶏欲しいんやけどさ。あれ？話せない。どういうことだ？どういうことだ？あの子は何？働いてないの？働いてるの？なんかいつも忙しそうに歩き回るような剣だけじゃない？気のせいかな。まあとりあえず、じゃあ今回は、まあなんかいろんなとこが定休日でね、行ける場所もなかったし、まあいろいろストーリーもあったけん、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。早くジョウロを強化して私はちょっと水やりを楽にできるようにしたい。じゃないとね、一マス一マスやっていけたらめっちゃ大変なんよね。お酒今3つあるし。